です本日は、アルトコインの相場分析ということで、モナコイン、そして、それ以外の ESA ーーとかリップルとか、いつもの相場分析をしていきたいなと思います。でモ,ナモナコインなんですけども、コインチェックの上場ということで、めちゃくちゃ上がりましたね。ちょっとコインチェックのこれが出てないんですけど、ビットフライヤーで見ると、まあ、僕は全然持ってなかったんですけど、素直に言いますとね。100円ちょっとぐらいからですね、こ,これぐらい。 これ見づらいですね、ちょっとビットぐらいは白くてね、反射して、まあ見てるね、ねチャート見てもらえば分かると思いますけども、110、えー、何円とかね、116円とか、えー、20円ぐらいだったものが、えー、一気に150、えー、250円とか、一瞬、えー、227円まで上がって、190、え、円、ー。 九十円とか二百円一瞬終わったけどもその後もう一発上がって二百五十円とか二、えー、倍ですね約ぐらいになったっていう感じまあもちろんねこれも取れたら良かったんですけどもまあしょうがないかなとっていうかあのそれを言い出したらね草コインなんてもう毎日それぐらい、えー、前日比、えー、数十パーとか百パーとかっていうものもあったりするんであのただ今回はねモナコインについてはあの上場とかもね、えー、あってまあ早めに入れれば入れ でも良かかったかなとやっぱり、それぐらいですね、やっぱり、あの、草コインというか、アルトコインの中でも、えー、有名じゃないコイン。まあ、モナコインはまあまあ、有名っちゃ有名ですけど、えー、自家総額も低いコインっていうものは、それぐらい、ちょっとしたニュースで一気に2倍とか、えー、3倍とかになっていくんだなっていうことが、えー、改めて分かった。今、このね、ある程度資金が流れてるっていう状況でも、それぐらい草コインとか、自家総額が少ないコインに関しては、えー、まだまだ、えー、資金が流れてないっていうことが分かったんで。っていうことは、やっぱり今とか、もしくは、 えー、今じゃないかもしれないですけど、一旦ビットコインが、えー、大きく上がったとこれ今ね、ここのタイミングが、天井が分かんないですけども、一旦もう一発上がるにしろ、大きく、えー、おそらくまあ数ヶ月以内に、えー、70万とか戻ってくるはずですので、逆に戻ってこないで、ずっと無限に上がっていくっていうのも逆におかしいからね。うん。なので、そういった時に、えー、大きくね、えー 買いたいたかなと、まあ、こういうような上昇というのはきれいに作るか分かんないけども、一旦下がってきて、でもう一発上がるというところをね、えー、狙っていきたいかなと思っています。明らかにその、えー、上昇のムードはあるんで、えー、プラス、一旦その大きめの調整っていうものも、えー、1回以上はね必ず来るはずなんで、えー、そういったところでね、えー、なるべくその資金の流れてな、ね、い、プラス有望な。 えー、コインというものを拾っていきたいなというふうに思っています。まあ、モナコインに関しては以上ですね。あの、特にっていう感じ。あの、今から買うのどうなのっていうふうに言われる方がいると思いますけど、今から買うのはまあ、推奨しないですね。もう、大体いいこういうのってお祭りなんで、こう行ってこう行ったとこうなんで、もう、前年戻しみたいなね、えー、感じも、えー、結構多いと思いますんで、買うとかでもそうですけど。こうやったら見えるかな。ちょっとでかくなった。タブレットね、普段使わないし、ビットブラインちゃんと見ないんですけどあの、こういうタブレットとかではね。 ちょっと見づらいですね。まあこんな感じこ。ここは120円ぐらいから一気にこう250円とかで上がったって感じ。だからここからこう行くのかなっていうことも想定,で想定できるんですけども、ここで持ってる人はまだ放置してもいいと思いますよ。こう200円割る前までは。だけども、ここで買うっていうのはもうちょっとやばいんで、もちろんこの後バゴンでいいかもしれないけども、損切り幅はやっぱりいい 200円割ったらすぐ損切りとか。え、って感じだったらいいと思いますけど、だとしてもまあ別にモナコインにそこまでリスクを預けなくてもいいんじゃないかなっていう感じですね。え、まあ悪くないとも、悪くないか悪いか分かんないですけどね。あんまり、うん、なんかこの名前とかこのアイコンがちょっとうん大丈夫なのって感じはしますけど、うん。なんかこのね、可愛い猫ちゃんみたいなアイコン。可愛いんですけど、 大丈夫。<laughs> あの将来的にその実用性はあるのかなって感じは一番気になりますけどね。あまり調べてないです、僕も。あのただ、うん、っていう感じですね。だったらまだリップルとか、えー、まだネムとかの方が、えー、ね、有名だし、えー、プロジェクトも進行している具合はわかるんで、まあ、モナなんてめったにニュースにも上がってこないしね。えー、っていう感じです。まあ、そこまで注目はしてないですね。 短期トレードで、まあ、あの、とか、短期目線でそういうニュースがあるとかね、事前に何か分かってるんであれば、えー、可能性がね、例えば何か、ちょっとマイナーのコインとかでもハードフォーク近いとか、まあ、ライトコインで言えば半減期近いとか、まあ、ちょっともう手遅れ感ありますけど、あのー、で、ちょっと大きめに調整した後にまた入るかとかね、えー、そういった感じはあります。何かその、例えばイーサーとかも、なんかアップデート近づいてきたなとかね、数ヶ月前になってきて、ちょっとここでまあ、大きめに調整したところで買ってみようかなとかね。 えーリプルとかもスウェる前に買ってみよう、なんかそのカンファレンスとか大きめなね、イベントがある前に買ってみようかなとかっていう発想は、えー、やっぱり最近ね、ちょっと見逃してたんで、まあ、えー、拾えればよかったかなと思ってます。まあ、ただ拾えなかった、気づいてなかったっていうかね、そこまでまあ、まあ別にって感じですよね。確かにっていう、狙えれば狙ってもいいけどもそういう、それ言い出したらって感じ。うん、草コインに関してはね。で、えーリプルとかね、イーサーとかの方を話しますけど、 えー、ビットコインについてはね、メインチャンネルの方に話しますんで、そちら見てください。で、イーサとかね、まず、リプルからいきますか、いつも通りね。えー、4時間、冷やしで見るかな。4時間の方いいですね。え、4時間で見てですね、えー、こんな感じです。ちょっとこれなんかマイクが。 こんんなな感じなんですけど要はこれがバック上げの起点で50円までいったときで一旦40円まで下がって他がここでリグってるわけですけど完全な,なんかダサい感じの <laughs> リグい方だったんですけどまあマイナスは出てないんでねまあよかったかなと感じまあもちろんそれ以外にも単純にまああのお金儲けのためにリップル使ったってわけではなかったんでまあ他にも理由はあるんですけど えー、っていう感じですね。そのまま、まあ、こういってこんな感じです。まあレンジって言いますよね。このね、40円から50円のレンジですよね。で、あとはまあビットコイン次第でここを抜けるか抜けないか、50円、ね、壁定着できるかできないか。抜けて、まあ、定着するか。まあただね、定着するっつっても、アルトコインに関してはね、あのー、特にリップルとかはあの定着するしてもしなくても、一気に上がったり下がったりってことを繰り返しますんで、仮に50円定着してもね、あのビットコイン一気に下がったらリップルを一気に50円抜くとかね、あ,のあんまりレジサポが、 あの機能しないんですよあの、今もそうだけども、今後もねあの、まあそのじえー、ビットコインの影響力を上回るとか、ねえー、もっともっとその、えー、ビットコインと関係ない値動きをするように、えー、イーサーとかリップルとか、時価総額ランキング、上位のコインが、ね、そういうふうにばらばらな動きになってくれば、えー、全然考えられるんですけども、今はあんまりチャート分析しても意味ないんですよね、実際、まあ、僕も長期、冷やしとか週足レベルで、えー、長期で、ねえー、見てますけど、あんまりもう意味ないです、実際。 まあ、上昇トレンド作ってるなとか、作ってないなとかね、三角持ち合いになってるなっていうのは参考になりますけど、それぐらいですね。うん。で、基本同じようなチャート形状してますし、で、ライトコインだけ上がってるなっていうのはね、以前から言ってますけど、あんまりそれを分析するっていうのと、プラスね、モナコインをさっき入んなかったって言ったのも、もうよくわかんない動きするんで、2倍になったってラッキーじゃラッキーなんですけど100、100%2 倍とか上がるかね、コインチェックに扱われる、上昇するだけで、それだけで上がるかっていうのは、まあ、 は,なはだ疑問だったっていうところですよね。うん。あのー、要は、<laughs> あのコインチェックですかね。まあ今、ね、しっかりした運営体制になってると思いますけど、あのー、なんていうのかな。それほどじゃないですか。コインチェックって日本の話なんで、日本市場の人たちが買うっていうだけであれだけ上がるんだなっていう印象ですね。まあそれだけ分かっただけでもいい情報かなと思ってます。だから次そういうようなことがあれば、あのー、 あそういえばビットフライヤーでリスク扱われるって時もなんかめちゃくちゃ上がったような気、リスク、そうですよね、多分確か上がった時、上がりましたよね、だからそういったこととかもあると思いますんで、大したことじゃないんですけね、上場、まあその、僕が取引所を運営してるわけじゃないんですごい大変なのかもしれないですけども、別にねなんか上場したからって別にあるものがなんていうのかな日本市場にもきっと 別にね、日本でね、バイナンスとかに送金してね、なんかそのコインとか買えばいいわけじゃないですか。日本のそのコインチェックとかに上場してないんでね。だけども、それってやっぱり一般人からすると多分結構ね、えー、もしかするとハードルが高いのかなと思ったりとかしてますけど、あの、いずれにせよやっぱりそれぐらい、えー、どこか日本取引所有名なね、コインチェックビットフライヤー、えー、とかに,に、 上場するっていうのはそれぐらい影響力あるんだなっていうことは、えー、僕もやっぱり改めて認識しましたんで、えー、やっぱりちょっとまあそういう時に、えー、時間の余裕とかあるんであれば少し貼っといてもねだって小ロットでお試しで買っておいて現物とかねでそれでまあ数十パープラスとかねでそれですぐ上がった段階でリグってでそれでまあ 短期間でね、1日2日とかで数十パープラスとかね、2倍、3倍とかなってくれれば、まあ、資金効率はいいですよね。逆にまあ、損切りとかね、塩漬けになるかもしれないですけども、まあ、損切りラインとか明確にして、最高上がらなかったらすぐ損切るかとかね、え0パーマイナスとかで損切るかとかね、えー、って感じであれば、全然、まあ、現物で10%パーマイナスって言ってもね、そもそもどれくらい入れるかってところで、そんなに入れなければ、えリスクもないんじゃないかなとかね、思ってます。で、あとはまあ、 うーんライトコインとかもそうですけどもライトコインとかビッ,ト、えー、ビットコインみたいな感じでねこうトレンドライン割れしてリターンムーブみたいなで今度ここも水平線で、まあ、重くなってるかなって感じでこの落ちる可能性もあるしここを抜いていくんだったら強いなっていう感じ。 ですね、ただ、まあ、分析するっちゃしてますけど、まあ、ライトコインに関しても、ちょっと今買うんじゃ遅いですよね。もう少し大きめの調整あった後に、ライトコインとか買うとか、だったらありだと思いますけど、あと僕もビットコインキャッシュとか持ってますけど、あんまり買う機能にならないですね、現物とかもね。あと、イーサーとかリップルも、ちょっともう少し大きめに下がったりとか、えー、なんかね、もう一回ぐらいですね、ビットコイン。 コインが下がる、70万とか下がるときに、リップルとかも40円とか、もしくは35円とかぐらい、あとはイーサーとかも2万円前半とかね、もしくは1万8000とかまで下がっても、時がね、来てもおかしくないんじゃないかなと、結構イーサーも堅調に上がってるんですよ。こう上がって、高値圏でレンジ作ってですね。リップルよりも強いです、全然。ビットコインキャッシュについても、ずっとレンジで。 なんていうかな、チャンネルラインで上昇チャンネルを作って、えー、なんていうかな、緩やかな上昇ですね。結構強い感じ。これ8時間とかで見ると、ね、こんな感じでビットコインキャッシュ強くなってますね。だんだんね、こう、チャンネルを作ってる。しっかり上がってるんで、強いですよね。あんまりなかった動き。今までにね、ビットコインキャッシュも。で、ライトコインに関しては、まあ、なんかチャンネル、上昇チャンネルみたいな作ってます、ね、なんかでかい、でかいその乱攻撃をしながら上がってるみたいな感じ。強いっす。一方、リップルさんは、 <laughs> ただの、ただのこう上がって、レンジっていうかね <laughs>、あのちょっと弱いですねみたいな感じです。まあここねちょうどぴったり多分水平線で収まるぐらい、51円ぐらいかな、51、2円で止まってます。で、下は40円ぐらい止まってるって感じ。だから40円近くで拾うっていうのはまあ、ありなんじゃないかなと思ってますね。うん。 ただ,だったら、だったら、やっぱり値動きの激しいビットコインとか買った方が、例えば70万も下がったってタイミングでビットコイン買って、で、70万割れとか、で、損ぎいったりとかして、70万から上目指すんであれば、例えば90万まで一気にいくとかね、30万幅取れるとか、現物でも相当すごいですよね。だし まあ、その時にリップルも一緒に飛んでね、一気に60円とか、もしくは80円とかね、えー、2倍になるとかってこともあり得るかもしれないけども、40円で買った80円で2倍とかね、100%プラスとか、えー、あり得るかもしれないけども、あのー、まあ、微妙ですよね。まだリップルとか、えー、イーサーとかに資金流れてくるの大きく流れてくるっていうのは、ちょっとまあ、ビットコインの調整があった後だと思うんですよね。じゃないと、まあ、やっぱりね、上がってるんだったらいいかなとかね、もう少し下がった後に買いたいなとかね。 えっていう人がほとんどだと思います。あの、慣れてる人とかは。で、こんなん上がってるときにずっと上がり続けるだろうと思ってね、買い,買い続ける人とか、えー、申し続ける人っていないんで、基本的にはね。なんで、下がった意味で拾うかなっていう感じです。まあ、ちょっと今は現状はね、えー、まあ、モナコインでちょうどね、いい話題があったんで、まあ、そういうのを拾えたらいいなと、ニュースがあったりとか、まあいいね、あの、 少しずつ傾向があるんですね。こう、少しずつちょっと上がりったなっていう感じ、ニュースとか、ね、で。そこから一気に飛ぶっていうことがあるんで、一気にね、ニュースが出て数時間とか、数、一日後とかあ、そういうところでまあ乗れなくもなかったなっていうことで、やっぱり乗っておけばよかったなとは思いました。なんで、そういうニュースがあったりとか、えー、があればね、でし そういうところはやっぱり少ない資金だった方がいいと思います、明らかに。まあ、数万円で、ね、もともとその貯金が100万とかで、で、えー、数万円でやるんだったら全然問題ないと思うんですけども、元金が例えば1000万とか1億あって、それでまあ一気に1000万買うとかっていうのはまあやっぱりリスクですよね。あの、資金の10%の1億円持ってて1000万やるっていうのはやっぱりリスクだと思うんで、やっぱりそういうところはまあひお多くてやっぱり100万とか、で、最悪100万なくなっても大丈夫みたいな。 こっち1億持ってる100万を100回なくなっても大丈夫みたいなぐらいのロットの配分、玉の配分をしていくっていうのはいいんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ぜひね、今回の動画が良かったと思えばグッドボタンとチャンネル登録お願いします。説明欄の方に僕の無料サロン、ディスコードでやってますので、ぜひね、興味ある方参加してみてください。もう2日で1000人超えて、もう1300人ぐらいになってます。 あと、それ以外にもメールマガ、インラ LINE や Twitter、Twitter、Instagram、メインチャンネルもやってますんで、えー、ぜひね、興味ある方はそちらもチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上になります。ご覧いただきありがとうございました。